2P 側チャンピオンジェフリー、 1P 側チャレンジャーファイ。さあ注目してみましょう。期待が高まりますね。第1ラウンドが始まりました。レッキャグファイ。体力が減っている。さらにヒット、ヘルスタップ、きっちりまとめた。ノリノリですね。投げ抜けはない。セットカウントは1対0。はい、まずは1本先取。このままもう1本取っていきたいところ。ファイト2レディー。第2ラウンドが始まりました。アッパー、レッキャグ、ヘルスタップ。ここからどうする。投げていく、レッキャグ、投げ失敗、ヘルストップ、きっちり当てていく、ナイス、投げ抜け、投げた、勝負だった。ここまでの展開はどうですか。 1P 側のプレイヤーですが、投げがよく決まって相手の攻め手を封じてましたよね。なるほど。この後気を抜かずに慎重に行くべきでしょうね。そうですね。最大ダメージに近い。いいですよ。投げが助かる、レッキャグ、これを抜けた、投げ失敗、ヘルスタップ下 B から畳みかける、すげー、レッキャグスパイ、ピンチ、投げ抜け、投げ失敗、抜けられない、決まった。セットカウントは2対1。ジェフリー1本取り返した。巻き返しを図りたいですね。レディー。第4ラウンドが始まりました。レッキャグ、これをガードした。いざ空中コンボ、ナイスコンボ、ジェフリー一気に畳みかける、誤送波、ダッキングロー、投げた、ガード、決まった。セットカウントは2対2。ジェフリー一気に余裕ができたか。最終ラウンドまでもつれ込みましたね。運命の第5ラウンドスタート。投げていく、避けて、これがヒット、ガード、膝、空中コンボになった、ナイス、大きい蹴り。はい、残り体力わずか、抜けた、熱い展開使った、決まった。いやー、熱い対戦でした。いやー、いい試合だった。ジェフリー勝利しました。 Fight Brady next time.